ベーシック英語訳聖書は、聖書のベーシック英語による翻訳。部は、ベーシック英語の基本語8 5 5を主に用いて、SH フック教授が翻訳したものである。基本語に加え、自分の理解を助けるための単語100語と、聖書固有の用語50語を追加した、合わせて1000語の語彙の範囲で書かれている。このバージョンの聖書は、限られた教育しか受けていない、英語話者や、 第二子供としての英語が学ばれている地域でも十分にコミュニケーションが成り立つ。新約聖書は1941年、旧約聖書は1949年に出版された。この聖書はかつてはイギリスでもアメリカ合衆国でも著作権により保護されていた。出版されている書籍の著作権表示はコピーライテッドインザ・ユナイテッド・ステーツ・オブ・アメリカ・バイ。 e p ットン c o ニューヨークとなっていた。報じられているところでは、イングランドでは著作権表示なしに、ケンブリッジ大学出版局から出版され、アメリカ合衆国にも流通していたが、時の経過の中で、万国著作権条約に基づいて著作権は執行し、パブリックドメインとなった。ありがとうございます。